皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は GU で買い物してきました。はい、ということで今回は GU の購入品企画です。それではどうぞ。はい、ということでそれでは一つずつ紹介していきます。まず一つ目はじゃーん、ズボン。はい。こんな感じのショートパンツです。これはなんか運動とかにもいいし、普段着でもすごい可愛いなと思って購入しました。で、ここがなんかゴムみたいになってて、若干黄緑のなんかカラーのね、柄みたいなのが入ってて、これが可愛いんですよね。着るとこんな感じでーす。じゃじゃーん。すごい可愛い。ウエストがこのゴムでキューッと調節ができるようになっています。で、シャカシャカした生地なのですごいね、なんか動きやすいし、若干厚い素材ですね。でもめちゃめちゃ可愛い、シンプルですごい可愛いズボンになっています。次、じゃーん、こちらの収納ブラウスです。シンプルなブラウスになっていて、ちょっとだけね、あの胸元が V ネックになってて、まあ、すっきりしたデザインになってます。見てみるとこんな感じです。白のブラウスですが、後ろはこんな感じです。で、前に少し線みたいなのが入ってて、襟とかはなくこういうデザインです。で、袖の部分は少し広がっています。まあ、白が背景ですごい見にくいかもしれないんですけど、丈とかもこんな感じで、下もちょっとポワーっと広がっている素材になっています。まあインしたりしてもこれは可愛く着れちゃいます。次はこちらです。また白でちょっと見にくいんですけども、これはレースのオフショルダーブラウスです。これめちゃめちゃ可愛いねんな。ちょっと暗くしたら見えるかな。あ、ちょっと暗くしたら見えるか。こんな感じのデザインで、なんか刺繍みたいなのが入っています。で、胸元はこんな風にめっちゃ可愛い女の子のデザインになってます。着替えてきました。じゃじゃーん。おへそがここなので、丈は短めです。で、まぁ、こんな風に着れるんですけども、一応これオフショルダーって書いてたんで、まぁ、オフショルにもこんな風にもできるようになってます。これすごい可愛いんですよね。めちゃめちゃ私個人的にお気に入りです。で、レースで透け感があってすごいまた可愛らしいです。これマジで可愛い。次はこちらです。じゃじゃーん。こちらはメンズ服です。と、さっきの、この、着ているズボンと同じような感じのシャカシャカの生地のストレッチの効いた T シャツになっています。黒の T シャツなんですが、なんか運動とかにもすごい使えるようなシャカシャカした生地です。で、ここにポケットがついています。で、後ろはこんな感じです。これめちゃめちゃいい。ランニングとかこれで行きたい。普通にシンプルな T シャツに見えて、実は、この、服の下の部分に、さっきのこのズボンと同じような調節ができるようになっています。なので、これで、シュッとやったら、クシャっていう、形にもなります。すごい可愛い、これ。最後はこちらです。じゃじゃーん。またまた白のレースのね、ものなんですけども、これはスカートになります。で、さっきのなんかレースとかにも合わせれるようなスカートを買いましたって言いたいところなんですけども、これは実はセットアップ用とかでもなく、キッズにありました。もうなんかこういうレースが欲しかったんけど、どこにもなかって、で、いろいろぐる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 回っていたら、キッズ用で可愛いレースのスカートを見つけました。ということで、これはキッズなんですけども、着てみたいと思います。はい、スカート着てきました。めちゃめちゃ可愛いねんけど、普通にいい。こんな感じでレースになってて、140のサイズがあったんで、私は140を買いました。で、ちょっとだけ透けやすくなってるから、まあ、黒のパンツとかは履かないと透けてしまうかなと思いました。ウエストの部分はゴムになっているんで、まあ普通にシュッと履けました。で、腰回りもそこまでピタッとしてるものではないので、全然ね、着やすいです。これはね、またね、ちょっと合わせて着ようと思います。はい、ということで、今回の GU の購入品紹介はすべてこんな感じでした。で、
次の動画で今月買ってきた GU の服たちを合わせてたくさんのコーディネートを作ろうと思っているので、また楽しみにしていてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。